はい、皆さんこんにちは。EXILE 事務局のアキラです。今回はですね、今日発表された紅白歌合戦出場者発表に、果たして LDH からは何グループ出場するのかということでやっていこうと思います。はい、ついさっきね、11月13日月曜日のね、13時からね、生放送で出場者発表がね、やっていたんですけれども、なんとね、LDH から出場するのはゼロでした。はい。まあね、これね、ちょっとショックなんですけれども、まあポジティブにね、解釈するのであれば、まあね、カウントダウンライブとかがあるのかもしれないですね。はい。